ファイナルファンタジー7リメイク実況プレイパート61やっていきたいと思います。必死にね、7番街の壁を乗り越えて、ついに新ラビルまでたどり着きました。ここでね、エアリス救出のための激しい戦いが始まろうとしております。早速やっていきましょう。なんといってもシンラのね、本拠地ですから、これまで見たこともないような兵器だったり、上級なね、兵士たちが待ち受けているはずでしょう。あと何だかのあいつら生物兵器とかもやってるからな。完全に警戒態勢だよね。光栄だぜ。俺たち以外にも敵がいるんだ。アバランチの本体、あるいはウータイ。ウータイとは休戦中だろうが。休みはいつか。休みはいつか終わるって、なんか夏休みとかにあまり聞きたくないことだね。でもなあ、今年はコロナがどうたらでね、なんかゆっくり休めなかったんじゃないかな。俺たちの目的はエアリスの救出だ。余計な騒動は避け、うまく立ち回れ。待ってるよ。ただな、俺の中で真っ赤に燃えてるこの半神羅の炎をどうしてくれようかって話だ。ボムだって我慢する。ふん、ボムに例えられた。ほい、消耗の状況とかどうだ。回復してくれてんね。で、あ、そっちか。ここか。もういつ見つかってもおかしくねえぞ。あれってシンラの車だよね。飛び乗るぞ。外はどうだった？そっちは？異常なし。問題ない。了解。気づかないもんなのかな、ああいうのって。あはあ、抜かれないよ。おとなしくしろ。大歓迎だぜ。無機能なもんね。さて、気をな。いけ、跳ねろ。終わりだ。そんなで足りるか。先を急げ。通用口が奥にあったはずだ。
全くもうバレットいるともう作戦も何も関係なくなるな。いたね今ね。おい、どうなってる？本部の連絡が取れないらしい。侵入者の仕業か？わからん。その通りでーす。じゃあ確かに強いな。途中何も見逃しなければいいんだけど。回復一回入れとこうかな。盾持ちか、あれめんどくせえんだよな。この野郎当たってなくない？うそ。ちょっとそれクラスファーストとしてどうなの？そっちはどうだ？
OK。 片付いたか。通報されてないといいけど。早くここを離れよう。こっちか。だからばこうメガポーションに行こう。こっちか。あれ、ああこれか。この辺だね。これだ。何の部屋？おや。なんかちょっとおしゃれなカラオケ屋のエントランスみたい。新ラビルエントランス。誰もいねえな。ああ、エアリスの居場所見当はついてるの？おそらく科学部門の研究施設だ。どこにあんだよ。多分上の方。ずっと上だ。多分かよ。確認しようか。受付でわかるかな。ちょっとすみませんとかって言うつもり。こちら侵入者や。ムカつくぜ。ピカピカの壁、いつか粉々にして。明日以降で頼む。ん？宝箱かこれ。モーグリメダル、まあ、どこで交換すんのよこれ。周回要素かな。ちょっと一階部分の探索をですねざっくりと済ませて。封鎖されてる。触らない方がいいよね。す、生意気な。とにかく上へ向かおう。で、どうやって上がる？この先にエレベーターと非常階段がある。研究施設はすんげえ上にあるんだろう。エレベーターに一票。まあ多分階段だと戦闘が少ないんだろうけど、いるね、カードキーね。まあ長引きそうだからな。エレベーター使うか。普通に他に何かアイテムとかはないですか。駐車場、自販機も全部使えなくなってる。いける？こう買う時がないよ俺だよね。鍵がねえと上がれねえってわけか。このビルの鍵はカード型みたい。カードキーならどこかで見たな。受付か。だがどうする。上からなら入れそう。上から行けないかな。ほらあの照明を伝っていけば届くかも。無理だろう。
私がやってみる。この中なら私が一番身軽でしょ。二人は見張りをお願い。身軽っていう、まあまあまあ確かにそうか。じゃあ行ってくるね。火を入れろよ。任せて。丈夫だね。ティファ。え？おー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 大丈夫か？びっくりした。ん？また。最近多いんですよ。2000ギル。あ、箱なんかある。あれ取りてえ。あれ登れた。あ、それか。お、さすが。あれ取りてえ。あれ中身なんだ。ピンクって武器だよね。グランドグラブ。早速スロットが現状4つ、6つとかにできるかな。マテリアーナのやつが2つあるけど、連結かな、拡張か連結で話し方くんだよな。これ追加。もう片っぽは、あ、連結は出んのか。あ、じゃあいいじゃん、これにしよう。で、攻撃力とかとことん上げて、HP 上がるのもいいね。やっとこう。よし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 。これ多分最強クラスの武器になるんじゃないかな。OK。あとは残眼流統一、精神統一、これ発動させるやつね。で、どうしようかな。クリティカル率、クリティカル率いいね。クリティカルダメージも戦うと秘技の威力を上げたい。いいんじゃない。聖剣石。もうどうせ連結とかもしないしね。オッケーオッケー。まあ、攻撃力はちょっと劣るけど。あ、HP とかそんなもんか。いいんじゃん。オッケー。
これ相当腕力勝負やってみるしかない。しなやかな筋肉してるよね。じゃあそっちかな。なんだから余裕そうじゃん。あれ？ちょっと迷路っぽくなってんなこれ。はい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 。よし、あと少し。仕上げのジャンプ見ててね。飛び方がちょっとかわいい。解除できるかも。え？うまくいったな。おかしい。何もしてないけど。まあいいじゃないか。ティファ、研究施設が何階にあるか呼び込まれてんな。ちょっと待ってね、あった。北条博士の研究施設65階だね。エレベーターか階段で59階のスカイフロアまでは上がれるみたいだけど、そこから上はそのスカイフロアの受付で手続きしないとダメみたい。ひとまず59階だな。うん、はい。ティファでちょっと一悶着ありましたけれども、一旦この辺で一振りにしましょう。次ティファの HP が5000超えたよ。はい、まあ、だいぶティファの強化もできたんじゃないでしょうかね。さてこの先ね、またどん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 、登っていきましょう。目標はまず59階からの65階ね。よし、はい。では、ファイナルファンタジー7リメイク実況プレイのパート61、最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお待ちしております。それでは皆さん、また見てくれなー。